皆さんこんにちは、竹中和の竹取のためです。先日からですね、ご紹介させていただいておりますトラタケスクエアバスケットというのがですね、まあこれだけ今日は揃ってますけれど、まああの小さなですねスクエアバスケットの大小四角ですね、胸郭、鳥類カゴ、愛称カゴ、これだけのまああのラインナップが揃ってきたわけなんですけれど、もっともっとそのいろんな種類を増やしたいと思っていて、今回新しく仲間入りしたカゴがありますのでご紹介したいと思います。それがですね、ダンこちら、ダンこちら、この2つのカゴです。自分が使いたいと思ってるサイズのカゴがあったので作ってみました。一番大きな違いはね、この四角なんかと比べてもらうと分かるんですが、若干ひご幅広くで、ひごの厚みも若干 厚くしててですね、やっぱ大きさこれだけ違いますんで、同じひご幅とひごの厚みではやっぱり耐久性がないだろうということで、ちょっと厚みを持たした形で作ったんですけど、そうするとですね、ほんとしっかりした四角い箱型のカゴが出来上がりました。当然内側がね、虎模様が見えるように作ってます。まあこれで僕の場合はそのリビングにいろいろ置いてある小物だとか、おたたねすることが多いんで、ブランケットよく置いてるんですけど、まあそのブランケットを入れるのにちょうどのサイズで作ったんで、まあそれからまあ本であったり新聞であったりね、まあちょっと放り込んだりだとか、まああのデスク周りの小物なんかちょっと放り込みたいなと思ってこう作ってみた、まあ2つなんですけれど、割としっかりできるなということも確認できたし、それ角がピタッとこう折れても分かりますかね、綺麗にできるようになったので、まあいろんな形にこれからも挑戦したいと思ってるんですが、ただ一つですね、実はこれ作ってみて思ったのが、作ったからねこう持ち運びこうしたいんですよね。これぐらいの小ささであれば別にそのどうってことないんですけれど、さすがにこれぐらいの大きさになると持ち運びが結構するだろうとね、割と荷物も入れますしね、ということでね、この辺りに1段2段ぐらい削って手がこうちょっとこう入るぐらいの持ち手をつけて、さらにこう使いやすいようなスクエアバスケットにちょっと変えたいなというふうに思っています。今のところはね、まあ、試作の段階なんで、まあ、こういった形なんですが、さらにこう持ち手なんかつけてですね、使いやすい形にしてまた皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。ノーバンブーノーライン。